福岡県で昨日新たに1200人の新型コロナウイルスの感染者が確認されましたまた発動中の福岡コロナ警報は今日にも解除される見通しです福岡県によりますと新規感染者の内訳は福岡市で351人北九州市で154人などとなっていますまた70代以上の女性2人が亡くなりました 県は第7波の感染拡大を受け7月から独自の福岡コロナ警報を発動していましたが関係者によりますと今日で解除する方針を固めたということです新規感染者数が減少傾向にあることや病床使用率が20%を下回っていることなどが主な要因で今日午後にも会見で発表する予定です 一方、佐賀県では新たに298人の感染が確認されました。